去年9月、熱海市内の市営住宅。伊豆山の一軒家で暮らしていた後藤光雄さんと母の照子さん。発災当日、後藤さんは照子さんを背負って避難しました。私は75歳、母親も約100歳ですね。で、老老介護です、はい、老老介護でね、伊豆山のね、土石流から逃げてきま流れてきました、ここへ、はい。照子さんは年が明けると100歳を迎えます。お祝いしていただきまして本当に嬉しいですわ。本当にね、大学様から知事さん、市長さん、本当に私もう幸せさんと思うくらい立派にね、お祝いしていただいて嬉しい感じでございます。ありがとうございました。3日の日のね、恐ろしかったことは、まあ、脳裏から離れません。うちはちょっとね、坂上ですからね、絶壁の上ですから、下流れるの、見えます。まあ、うちもこれは崩れる。まあ、あかんと思いました。まあ、息子が安全なとこ行って、一生懸命運んでくれましたけどね、まあ、どちらにしてもあかん。土石流は後藤さん親子の家のすぐ前を流れ下りました。これが僕の家の前です。下が、土石流のあった場所です。発災の9日後、一時帰宅した後藤さんが撮影した自宅周辺、捜索活動が続いていました。ここから一気に上から土石流が流れて、地獄の光景でした、これが私の家です、ここから上に登って行きまして、上から下を見てみます。こんな感じです。発災直後は市内の学校に避難。その後はホテルへ。そしてまた別のホテルへ。避難生活は2ヶ月以上続きました。この日、後藤さんが向かったのは市内にある畑。空心菜が私好きなんです。あとモロヒアはそんなにないですよ。あと里芋、ゴーヤがいつもたくさんなるもんですから、ね、これからだと思いますけどね。ゴーヤも芽をつまんでやって、まあチャチなもんですけどね。数種類の野菜を育てています。青汁にしてこれをジュースの中に入れて、あと玉ねぎとか人参とかバナナとか、そういうの一緒に入れて飲むんですけど、ちょっとした家庭菜園、狭いんですけどもね、楽しみに。後藤さんの家は市営住宅の5階。ベランダからの景色が照子さんのお気に入りです。
大和大和の愛さんずっと流れてきたところ、そこにうちがずっと立ってね、いい景色です。ここはもう東部ね、まあうちのおばあさんがねここを気に入ってるみたいですから、だからまあまあここは気に入ってるみたいですから、まあ気に入ってればそれでね、僕はいい、ね、こんないいとこないって言ってますからね、ね、喜んでますから、だから私は別に問題ないですけど、こんないいとこない、またどういうことを言い出すか分かりませんけど。発災からの月日、100日にわたって続いていた市道の通行止めは解除され、土砂もほぼ撤去されました。それでも後藤さんの家は警戒区域に指定されていて戻れません。去年12月1日、照子さんが老衰で息を引き取りました。どうも、まあ、こんなもんですか、35キロぐらい。そうですね、もう少しあるかな。もうちょっとある。はい、99歳の母を背負って避難。それから5ヶ月での看取り。98歳ですかね。99です。99歳。あと一貫ちょっと100歳です。あ、はい、まあ、ちょっと高感だった。残念でした。まあ、ちょっと高感だった。最後はね、ありがとうありがとうってね、何でも言ってね、もう声出ないと思ったんですけど、最後声出ましたから、なんだおばあさん声出るんかって言ったらね、なんか一生懸命ありがとうありがとうって言ってましたからね、だからまあ悪くはなかったかなと思いますけどね、照子さんとの別れから半年、この日も日課のスムージー作りです。まあ粉が入れますね、こういうね、小松菜を入れますね、これだけです。これ1日2回飲むだけです。伊豆山を追われたどり着いた市営住宅、もうすぐ1年が経ちます。あの時のことはやっぱりまずまずと思い出しますよね。でもここへ来てね、皆さんにね本当に助けていただきましてね、喜んでます。うちの母親もね喜んでねいました。避難所でみんなと一緒に2ヶ月以上ねホテルにいて、そして動けなかったんですけどね、車椅子であっちこっち見せていただきましてね、ホテルの中とか。
後藤さんは今年3月、小型船の免許を取りました。こんな年でね、乗ると思わなかったですけどね。まあ年は関係ないですね。ね、いろんなことやってみれば関係ないですね。気力だけって感じ、その気持ちだけで。まあ本当あっという間に過ぎてしまいましたね。いろいろありましたんですけど、まあ、またこれからいろいろ考えて、それぞれの方々ね、まあ、私もそうですけど、生きていかなきゃいけないんですけどもね。